今回のプラチナシネマはプレデターズ案内役は映画ソムリエの東さゆみそして5月のゲスト解説者に映画ライターの清藤秀人さんをお迎えしてお送りします今回のプレデターズはプレデターシリーズの5作目ということですよねそうなんです1作目と2作目は地球を舞台にした まあ、続編なんですけれども、三、はい、作目のエイリアン vs プレデターと、そのツーっていうのはスピンオフなんですね。ねこの五作目は一二に続く、久々の続編と思っていただければいいと思います。今までの舞台は地球だったんですね。プレデターの奴らが地球にやってくる感じなのはい。今度は彼らの星に九人の戦士たちが連れて行かれる、それで一人一人。 やられてていいくっていう役パターンですよね、うん、もう最悪ですよね未知の惑星に連れて行かれて未知の生物と戦うっていうその絶望感というかその閉塞感ある意味の、うんうん、それがすごいですこれは今回はいろんなタタイプのプのレデターが出てきますねこのシリーズは必ず新しいプレデターが出てくるんですけど、えー、今回は「ミスター・ブラック」っていうか「スーパー・プレデター」「クロピカリス・ル・プレデター」うん、それから「クラシック・プレデター」って一作目に出てきたあの ちょっと人間に似ているかわい、い<ー>割とシンパシー感じやすいからもあるし、えー、プレデターハウンドっていう猟犬も出てくるんですね。はい、怖かったですね。ただからまさにその種類の多さからしてプレデターズというふうに素晴らしいシリーズ最新作なんですね。えーはい、そして今回制作にあの CCT シリーズのロバートドドリゲスが入ってきてますね。いやロドリゲスって別にこれいきなりキャスティングされたわけじゃなくて、えー、あの一作目をすごく好きで彼は。 で94年に一回脚本を書いてるんですよ、うん、だけどそれをそのまま映画化すると膨大な制作費がかかるので脚<ー>下だけどその後入籍フォックスの重役がその脚本を見つけて「あこいつに冒険やらせてみたらどうか」っていうふうに還元直してくれてリスタートを切ったのがこの「プレデターズ」なんですね、えー、だからただ彼は制作に回っていて、ね、監督はモーテルを作ったニムル・ド・アントル っていう監督に任せてあるんです。で考えてみたらモーテルも密室サスペンスじゃないですか。かそうですね。で、はいね、今回のプレデターの星もある意味密室なので、うん、まあ的確なキャスティングだったかなという気がします。うん、そして今回九人の人間たちがサバイバルするんですけども、キャストが意外でした。だってエイドリアムロリーがこんな肉体派の役をやるんですよ。そう、先週のピアノションのオスカーウィナーですよね。はい、でも彼は実はああいうあの問題作とか。 小狙いの作品もういいんだけれども本当はマッチョで最後女の子をものにするような役をやりたいっていうのが夢だったらしくそうだったんですかキャリアを読もといてみると時々そういう作品が挟まってるんですね、えー、で劇中でもすごいマッチョな体見せるじゃないですか多分陶酔してたんでしょうねやりたかった役で。なるほど普通の感じがまた普通の男がファイターでサバイバーになっていくっていうやっぱり観客たちが思い入れしやすいですよね。それ以外にも ハーシャルアリー今年のオスカーの女演男優賞ですよねあとは日本人として嬉しいのはルイス小沢っていう人がいてヤクザの半蔵という役ですねハンですようん、うん、スーツで出てきて一言も話さない、はい、寡黙なんですよねそれで日本刀でプルテーターに戦っていくっていう、うん、もう日本人としてはこれ以上の興奮がないじゃないですかそうですよね プレレターシリーズは2018年にも新作をやる大人気シリーズですね。シェーン・ブラックですよね。シェーン・ブラックですね。アイアンマン3の監督ですよね。今度はどこが舞台で、どんな新しいプレレターが出てくるか楽しみですよね。はい、そうですね。それでは皆さん、週末はザ・シネマで輝く夜を。